ICC プロファイルの例 ICC プロファイルとは、カラーマネジメントにおいて、インターナショナルカラーコンソーシアムの公表した標準に、従い、色に関わる入出力機器や、色空間を特徴をつける一連のデータである。プロファイルは、特定機器の色特性や見た目の要求仕様を記述したもので、デバイスの入力と出力の色空間のマッピングや、プロファイル接続空間で定義される。 PCS としては c ラブやチェックシーズがある。マッピングは表形式で示され、表にない値には映差しを行うか変換のための一連のパラメータを用意する。色を捉える機器や色を表示する機器にはそれぞれのプロファイルがある。製造業者によっては製品のプロファイルを提供しており、中にはユーザーが3刺激値即色系や 文高速色系などを使って自前のプロファイルを作成できる製品もある。ICC はフォーマットは正確に定義しているが、アルゴリズムや処理の詳細は定義していない。したがって ICC プロファイルを使ったアプリケーションやシステムには様々なバリエーションが生まれる余地がある。2019年現在の最新版は ICC1-2010 から12である。 ICC プロファイルが実際にどのように働くのかを見るため、ある RGB 色空間とクマック色空間があり、RGB からクマックへの変換をしたいとする。このためには、まず両者の ICC プロファイルを取得する。まず RGB のプロファイルを使い、それぞれの RGB 値をプロファイル接続空間に変換する。必要ならば、 LAB と CIE、x y g の間で PCS を変換する。そして PCS を必要な C、M、Y、K の4つの値に変換する。秒外とによっては1つのプロファイルがいくつかのマッピングを定義することもある。複数のマッピングがあると最もよく色がマッチングするものを選ぶことができ、異なる色域への再マッピングが可能となる。 プロファイル接続空間の参照光源は D50 を16ビットで禁じしたもので白色点は x y g イコールである。変換元と変換先の白色点が違う場合、ブラッドフォード変換を使って順応させる。ICC プロファイル仕様は2019年現在。 ISO 15076から1-2005及び ISO 15076から1-2005として国際規格化されており他の様々な規格や標準から参照されている。以下に挙げたのは ICC プロファイルを参照している国際規格とデファクトスタンダードの例である。ありがとうございます。